グダグダ料理教室の第27弾マラカオということで、はい、もうあと1分ほどで蒸し上がりますので、ちょっとまた撮影再開していきたいと思います。はい、結構いい感じでね、膨れてきていますね。蒸気が素晴らしく、立ち上っておりますが、はい、もう蒸し上がりますね。はい、蒸し上がりましたので火を止めます。火を止めたら、はい、ちょっと開けてみましょう。わお、素晴らしい。ちょっとこんな感じですね。はい、中まで火を通っているかどうか、爪楊枝を刺して確認してみましょう。どうでしょうか。はい、完璧に火が通ってますね。はい、これで、マラカオが完成ですので、湿気のままちょっとびちょびちょになっちゃうので、次にさらに移して、だからちょっと出すんですけれども、こっちでやろうかな。よいしょ、こっちでやりましょうかね。ちょっとこっちでやろう、こっちで。熱いですのでね、気をつけて。あ、今までね、ちょっとあの横にちょっとはみ出たやつ食べてみたら美味しいです。黒砂糖の風味が、ね、とてもいい感じですね。それで、蓋からちょっと出して、こんな感じであと冷ましていけば、大丈夫です。周りの紙もちょっと見ましょうかね。紙使いす。はい。でも、美味しく、美味しそうに、はい、仕上がりました。はい。はい、これで、中華風の蒸しパン、黒糖蒸しパン、マーラーカオの完成です。結構ふっくらと蒸せましたね。はい。ちょっと黒糖が溶けにくいかなっていうのもあるんですけれども、手順としてもそんなに難しいこともないですし、さっと混ぜるだけで、混ぜて蒸すだけでできてしまいますので、ね、とても簡単ですので、皆さんもぜひ試していただければいいなとも思います。はい。今回もですね、ちょっと途中なんか分かりづらかった点とか、ね、なんかたくさんあった感じで途中でカメラが途切れてしまったりとか、撮影技術なんかもまだまだ全然ですし、ちょっとグダグダな感じで進んでいきましたけれども、より分かりやすい動画が撮影できるように頑張りたいと思いますので、今後とも
よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今回はちょっと、あと4ぐらいまでになってしまいましたけれども、今回、グダグダ料理教室第27弾、マラカオは、はい、仕上がりましたので、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。